五大諸島は最高の環境、生産者によって生み出される世界でもトップレベルに高価なワインです。何百年もの歴史を持ち、所有者の入れ替わりも多く、山あり谷ありとはいえ赤子の存在であり続けています。今日はそんな五大諸島の概要について見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。そもそもこの5つの諸島が五大諸島と呼ばれているのはなぜでしょうか。それはメドック地区内の5つのレベルに分けられた格付けで、一番上に選ばれているのがこの5つの諸島だからです。格付けされたのは1855年なんですが、そのきっかけはパリで初めて開催された万博です。皇帝のナポレオン3世が統治している時代の出来事で、世界中から500万人も来場したそうです。フランス中の最高のものを披露しようというイベントで、ボルドーのワインはその中の一つとして選ばれました。この時にボルドーの商工会議所がワインリストの作成を依頼されました。それを仲買人が高値で取引されていたワインを61個選んで、上から5つに分類して、その一番上の1級に選ばれた諸島のことを指しています。とは言っても、最初1級に選ばれたのはムートン以外の4つの諸島なので、今の5つになったのは今からちょうど50年前の1973年になります。ちなみに同じパリ万博でブルゴーニュ地方では土壌を分類した地図が発表されています。メドック全体でも1500もの諸島があって、61個の中に選ばれるだけでもちろんすごいことなんですが、さらにその中のトップ5ということになります。では1つずつ見ていきましょう。1855年の格付けで第1級の諸島が5つ選ばれ、トップと言われているのがラフィットです。フランス語でプルミエは1番という意味でしたよね。プルミエでプルミエ、1番の中の1番という言葉で絶賛されている諸島です。肩を並べるとしたら、ブルゴーニュの最高級ワインロマネコンティしかないんじゃないかとも言われますが、ロマネコンティが何百万円も出さないと買えない一方で、ラフィットであれば10万円ほどで購入することもできます。手が届かないということもない値段ですよね。ここぞという時のお祝いだったり、とにかく一番が好きという方の誕生日などに、これ以上のものがないというものをこの価格帯で送れるのは、場合によってはお得という感じもします。なぜラフィットが世界一と言われながらもこの価格帯で手に入れることができるのかというと、それは生産量の多さです。ロマネコンティが年間約6000本しか作られない一方、ラフィットはなんと14万本、20倍以上も生産されています。最高の品質を保ちながら、それだけの本数を生産することができるところもまたラフィットの素晴らしいところなのだと思います。次に、小説の失楽園に登場したことでも有名なシャトーマルゴーです。シャトーマルゴーがこの中で一番日本人にも馴染みがあるんじゃないでしょうか。20代の頃にボルドーに1日だけ寄る機会がありました。その時はワインにほとんど関心がなかったし、知識も全くありませんでした。そんな私でも、ボルドーに来たんだからマルゴーを飲まなきゃと思って注文しようとしました。マルゴーはどんな価値のあるものなのかも知らなかったので、値段を聞いてびっくりして諦めたんですが、今思うとワインの知識が皆無な人でも知っていて、なおかつボルドーと結びついているって本当にすごいブランド力だなと思います。そんなマルゴーですが、ボルドーワインの中で最も女性的、ワインの女王という表現がされます。それはなぜでしょうか。その理由はメルローのブレンド比率の高さにもあります。柔らかい味わいになる特徴のあるメルローが多く使用されているのがマルゴーの特徴の一つでもあり、若い頃は力強くパワフルですが、熟成とともに柔らかく女性的という表現の似合う味わいになっていくそうです。次に、塔のラベルが印象的なシャトーラトゥールです。ボルドー地方が長い間英国領だったのは有名ですが、ラベルになっている塔はその時代に要塞として建てられたものです。今畑に立っている小さな塔はずっと後に建てられた鳩小屋だそうで、サードラベルのポイアック・ド・ラトゥールのラベルになっています。ラトゥールは1600年代後半から第二次世界大戦後まで約300年間もの間、カロン・セギュールに名前の残っているセギュール家が所有していました。セギュール家はラフィットも所有していたボルドーの名門です。この時からラトゥールもラフィットに追いついて、高級ワインとして注目されるようになりました。その子孫がラトゥールを継いでいましたが、第二次世界大戦後にラトゥールを手放すことになり、イギリスの石油出版事業を行っているピアソン社が所有することになります。シャトーが維持できずに手放したくらいなので、当時のラトゥールは設備の老朽化などいろいろな問題を抱えていましたが、それを莫大な経費をかけて改革していきました。所有者が変わった時点ではイギリスの会社の手に渡ったということで、地元の風当たりは強かったみたいです。でもそんな中で、シャトーで働く人たちの労働環境を整えることから始まり、仕込み用の樽をステンレスタンクに変えるという当時としては新しい挑戦もして、さらにそれを成功させています。そんなラトゥールですが、その他にも貯蔵庫の改築、畑の整備など様々な設備投資を行っていて、五大諸島の中でも最も品質が安定して、ヴィンテージによるばらつきがないのも長所の一つと言われています。
次にメドック地区以外から1855年の格付けに選ばれた唯一の諸島オーブリオンです。この時基本的に格付けの対象になったのはメドック地区の諸島のみですが、諸島オーブリオンだけが格付け、それも1級に選ばれました。当時ボルドーのワインの中でとても品質が高く評価が高かったからというのももちろんあると思います。でもこの諸島の歴史を少し知るだけで、そうだよね、それは無視できないよねと納得していただけると思います。まずボルドーのワイン産地として最初に発展したのがオーブリオンのあるグラブ地区になります。メドック地区はボルドー市から離れていて治安が悪く、農作業や作ったワインの運搬が困難という状況でした。そんな経緯で長い間ボルドーワインはグラブ地区のワインの方が格上とされていました。中でもこのオーブリオンはボルドーの市街地の端っこと言えるほどの立地になります。またグラブ地区の方が格上と言われていたとしても、基本的にはワインはそのくらいざっくりとした地域名でしか分けられていませんでした。そしてもともと1年くらい寝かせて飲むのが当たり前という感じでした。それを長期熟成させたり、オーブリオンという特定の生産者が特定の畑で作ったものとして売り出す高級ワインの文化を生み出したのがオーブリオンなんです。そんなオーブリオンなのでボルドーのシャトーの中でも一目も二目も置かれる存在なんだろうなというのはイメージが湧きますよね。最後に五大シャトーとしては一番新しいシャトームートンロートシルトです。ムートンは今からちょうど50年前の1973年に一級に仲間入りをしました。メドックの格付けがされる少し前にイギリスのロートシルト家の一員がこのシャトーを買い、それ以来ロートシルト家が所有しています。この時にムートンが一級に選ばれなかった理由はいろいろあると思うんですが、国籍だったり金融業で財を成したという部分で偏見もあり二級になってしまいました。でもそこで諦めず、その格付けを覆すほどのものすごい努力を重ねた結果、今の地位があります。ブルドーではもともとワインの瓶詰めはネゴシアンと呼ばれるワインの仲買人が行っていたので、同じヴィンテージでも品質にムラがあったり、中には地域名を偽るネゴシアンまでいたそうです。それをシャトーで瓶詰めまで行い、さらにボルドーの高級ワインの生産者にも呼びかけてそれを広めたのがムートンです。また今ではアーティストとコラボレーションしたおしゃれなラベルはよく見かけますが、これを始めたのもムートンです。毎年変わるラベルやメドックを訪れた人のための美術館など画期的で消費者を楽しませるアイデアを生み出した結果、一級の仲間入りを果たしました。そんなムートンのワインは濃厚で長期間の熟成に向く力強い味わいで、25年経たないとムートンにならないとまで言われているそうです。またムートンはナパバレーがまだ名城地としてあまり有名ではない頃にオーパスワンを作ったシャトーでもあります。はい、いかがでしたか。それぞれのシャトーは本当に長い歴史を持ち、簡単にまとめることは難しいのですが、私が興味深いなと感じたポイントをお伝えしました。五大シャトーを飲む機会に恵まれた時、格付け自体の背景やシャトーの歴史を知って飲むとさらに価値が増し、思い出深いものになると思います。ファーストラベルはなかなか手が出るものでもありませんが、五大シャトーのセカンドラベル、サードラベルなどを手に入れて味わいの違いを確かめてみるのも楽しそうです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。